バーオール、これなんていうの？オーバーオール？名前わかんない。サロペットみ、オーバーオール。でもこれズボン。じゃあオーバーオールか。え、ポニータとかなんか元気な女の子みたい。元気な女の子って感じする。良いね。でも今日おろし。バブミがあるんだ。ケンタッキーさん可愛い、ありがとう。ハフハフもいいよね。ね、どうしよう。でも今日おろしなんだよね。強制おろし。強制おろしだから。ね、首詰まってる洋服あげたい。そう、いいでしょう。そう。あ、ははうん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 
聞き取れた？そう、リコ語。マスカラはヒロインメイク。黒。いい感じ。そう。お風呂は22時半に入るとか言ってないよ。分かってないじゃん。ローラだよじゃないよ。おお。私の身長は156です。いいね。滑舌悪いみたいみたいな。3倍速のローラって的確すぎて、ちょっと的確すぎるよ。どうもりって。明日のお話し会はちゃんとおしゃべりするよ。ちゃんとおしゃべりするよ。だってお話し会だもん。今日は可愛いですかって。嬉しいですね。フラメンコまだ踊れるんじゃない。トゥトゥン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 、イータタタタタタタン、タタタタタタタン、トゥルントゥントゥルントゥン。鼻高くなった。なんかあれじゃない、ハイライトね。髪の毛長いの楽しい。あまぐりくりちゃん、バラありがとう。広島コーパセリさん、かわいい、ありがとう。ゆうけいいな。もう明日お話し会だよ。明日のお話し会の服は決めてあります。でも変えようか迷ってる。パジャマみたいな服を私はみんなに着るって言ったから、もちろんパジャマみたいな服を着るけど、生存確認よろ。洋服いい感じです。熱血テレビいい。ダロちゃんかわいい、ありがとう。お手柔らかによろしく。明日のコーディネートわかんないよ。楽しみにしてて皆さん。パフパフニャーニャー。
ギルドの話してもいい？ギルドの話してもいい？ここでちょっと言いたいだけね。今日イモステレビ見てくださいね。みずっちさんハートありがとう。やっほー。最近は分けてます。チロルチョコ好き。特にきなこ餅が好き。イモンステレビ、イモンステレビぜひ見てくださいね。カニフミオさん GG ありがとう。あのですね、あの皆さんドライブをやられてる方はわかると思うんですけど、チャット機能があるんですけど、あのチャットは個人のチャットは返せないです。それだけは言いたかった。でも言えるとこないから、とりあえずここに来てここでとりあえず言っとけばなんとかなるかなと思って言ってみた。ミリア昨日あったよ。きなこ系好きだよ。返せないです。返してなんて言われても返せないものは返せない。あともう一つあって、ゲームに関係ないことも返せません。あはしてるか。よかった。いやちょっと心の内が、ゲームに関係ない内容なんて返せません。そういうことか。いやなんか返してみたいな感じ言われて、だからおーってなるなって。ゲームに関係ない内容は返せません。ギルドチャットも、ギルドチャットはギルドの話、ゲームの話する。あ、みんな独り言を書いてるんだね。ならいいんだよね。ホームルーム、あ、楽しかったですか。よかったよみんな。はい、よろしくお願いします。だからもし皆さんが、いやわかんないよ、例え話だよ。例えばね、今日リコちゃんはご飯何食べたのとか、それは私返せないよ。もう調和のミーを食べたよって感じ。調和のミー食べたよって感じ。嘘、うちのギルドチャット関係ない話めっちゃしてるの。ほのたんさんも、うん、バナナもおやつに入りますか。もう、はい、あれだよ。うん、ね、早く対戦しましょう。ふうくんハートありがとう。はい、なんなん、はスルーしてって、スルーしてほしいなら書くな。納豆にきな粉を入れて食べたことありますか。ないです。美味しいの。ケビンさんハートありがとう。きな粉って試したことは、きな粉ご飯、もちろんきなこ餅でしょ。あとあんこにきなこ。こっちのギルドご飯の話するの？マジ？マジ？納豆に一味、納豆の食べ方いっぱいあるんだ。難しいの。私も難しいの。ツノピーバラありがとう。カレーに納豆入れたら美味しいの？え、でも美味しそう。なんかしょっぱいお米じゃん。しょっぱいお米だから。え、私納豆フライパンで焼いたことあるけどね、そんなえぐいことならんかった。
人を好きになるってこんなに辛いことね。あの日からラブ修行。みおちゃん偉い、ありがとう。私納豆トースト食べてみたい。どんな味がするんだって。お米ちょっとだってお米に私さもうさ喋りたいスピードが喋る内容とさ口の動きが合ってなかった。だってお米と納豆は合うけどパンと納豆食べてみたい。私もカレーに卵を入れる人種とは一生仲良くできないと思ってるけどきっと美味しいんだろうなって最近思い始めた。納豆にわさび大人すぎない？からしとどっちがいいの？336おめでとう。ゆで卵ならいける。ゆで卵カレーと温泉卵カレーとかよく。あ、ひき割り派なんだ。私もひき割りが好きだけど普通の丸々が好き。丸も好き。納豆トースト美味しいんだ。わさびいけるんだ。まさしさんかわいい、ありがとう。茹でた孫はのぼせてるから注意ねって。はーい。納豆、納豆はキムチ。ミートスパにも納豆。スパゲッティ食べたいんだよな私今。パンにご飯ですよ。面白いねあなた。納豆にはキムチだね。納豆食べたことないの。美味しいよ焼きカレー。卵美味しいんだ。マヨネーズ混ぜると美味しいんだ。みんなよく知ってるね。明日のお話会よろ、楽しみだ。電車乗り間違えちゃいけん。納豆カレー人生マジで。カレー食べたくなってきちゃった。ケンタッキーさんうまい、ありがとう。学習粒、小粒、小粒と大粒どっちがなんか好きとか分かれますよね。皆さんどちらですね。皆さん STU のライブもぜひ。カレー食べたくなってきた。ちなみにこの配信はいつまでやるか決めてないです。バイクの免許おめでとう。あ、そっか、独り言は読まんのやった。名古屋飯のあんかけパスタない。名古屋飯すら食べたことないかもしれんっていうかない。だからポストも分かんないけど米田コーヒーは行ったことある。カツカレーのご飯とカツの間にルーをかけてほしい。かかってないの？マジ？かかってないの？あそこ？てっきりかかってるものかと思ってたよ。独り言は最近好きです。だけど読まないから読まない。引き割りの方が美味しいの？私もバターチキンカレー食べたいから作ってよ。 Hello。 味噌カツ食べたことない。食べてみたい。弥生県で食べてみたいなと思ったけどもうなんか終了してた。なんか味噌カツ。伊藤博さんハートありがとう。カツ置く前に名古屋の味噌カツ感動すんの？食べたいんだけど。独り言ヨーグルト飲んだ。お、独り言けー。中辛のカレー配信そんなこと私にさせようとしてるの？熱い太陽の近くにいるようだった。なんかね姿勢が安定しない。ありがとう。いいな。私弥生県って広島だけ？もしかして。え？弥生県って広島だけ？え？マジ？え？本当に？まさぴょんハートありがとう。
え、待って、本当に？キヨニガーベラありがとう。でも私確かに山口県には弥生県なかった。 T シャツだけ暑いの。まさぴょんハートありがとう。なんだ全国か。え、ないの？岡山にもあるの？え、山口県にもあるのかな弥生県って。あるねえ、弥生県といえばこの季節になるとあれだね、すき焼き鍋。まさぴょんハートありがとう。全国にあるんかい。なんでなかったの？まさぴょんハートありがとう。瓦そば良いよね。嘘、でも山口県ないんだよね。山口県あるかちょっと調べていただけませんか。愛知のひろゆきさんハートありがとう。ホフト山口大学の前にあんのマジで知らなかったよ。まさぴょんハートありがとう。いやそれな、ご飯のおかわり自由なの嬉しいね。ホフト、え、そうなの？静岡にもあるけど行ったことない。ちゃんとあったんだ。まさぴょんハートありがとう。仲悪いの？まさぴょんハートありがとう。あ、そうなの？え、そうなの？上にも周南にもあるの？嘘。コテンポもあったんだ。鳥取にスタバないの？大竹市って山口県？もうそんな市知らないから多分山口じゃない気がする。なんかね、ここが割れてんだ。私プリテンダー。ぴょんまさんありがとう、ハート。いや、弥生県さ好きだよ、めちゃくちゃ。大竹は広島だって。まさぴょんハート500個もありがとう。そうなの？スタバすごいよね、もうそう思うと。イーさんハートありがとう。そうだよ、弥生県のおかわりマジですごいよ。だってこうやって一口小盛り大盛り特盛りみたいな 4種類ぐらいあって、ポツンと押したら一口ポンって出てくるから、マジで嬉しくなる。ああいうのしかもご飯美味しいんだよね。でもさ、なんか麦飯にしたらさ、おかわりできなくなるの辛くない？だって普通にさ、麦飯なんか別に白米おかわりしてもいいじゃんって思わない？それ私だけ？まさぴょんハートありがとう。イーさんもハートありがとう。島根にロッテリアない？ロッテリアは確かになんかあるところ少ない気がする。どうかな。ゆうくんだるまありがとう。下関にもあったの？知らない方。何？スタバはないけど砂場はありますって、おもろいやんこんばんぴ。まさぴょんハートありがとう。埼玉に海ない。山口県にはあがね、アイドルはおかわりしませんって言われた。いいじゃん、私だっておかわりしたいんだから。麦飯マジで美味しいと思うんですが、私だけ？ケンタッキーさんありがとうスタバは日本のは行ったことないですわ。ありますあります、最近デビューしました。え、本当に広島駅で。だから、ん？うん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 、違う、あれはね、大学芋の発売日だった。それでなんか大学芋が飲みたすぎて、でもあれどこで受け取るかも分かんなかった。ストローももらえるかと思ったら自分で取らなきゃなんだね。違った。で店内で食べたらちゃんと戻さなきゃダメなんだね、難しかったまさぴょんハートありがとう。中尾いいですね。中尾も行ったことありますよ。私食べました、お腹が好き好き好きの時に。美味しかったです。うん、めっちゃ好き。中う隣駅にあった。
ねえなんだよ、言ってくださいよ、近くにあったんかい。愛知にリコチいないよ、山口に山地いないよ。まさぴょんハートありがとう。ロッテリア、そうシーモールにあるね。こんにちは。晩ご飯の気分、おかわり大好きだよ。弥生県は味が濃いから苦手、味を濃くしてご飯おかわりさせるシステムかも。深い。私が喋るにつれてそれがなんか私のヒーターがキーンってなります。揺れてこうやって。ね、私麦飯好き。まさぴょんハート1000個もありがとう。おかわり3杯もすんの、すごい。いや本当にそれ、麦ご飯のプチプチ食感が好き。私も危ない、またお水をこぼすところだったね。デビューしました。バイトしたことある、ボソボソって言ったけどそれは独り言じゃないよね。ね、なんかさ、カッコボソとかカッコ小声とかわかんないの私、何あれは。給食の麦ご飯、給食に麦ご飯出てきたことないや。広島だと思ってないんだ。悲しいね。おいでよ広島市。手町でしょ。広島市って町だよね、合ってる。まあいいや。わかんないよ。ヒーヒー風になりそう。いいね。いいね。こっちヒーヒー風だよ。オッケー。違うんよ、いきなり面白いことがあったんよ。テンションが高くなったんじゃないんよ。
ってないよ。私もいきなり笑いが来るんだよこういう時って。どこのコメント読んでたか忘れちゃったじゃん。私遡るね。まさぴょんハートありがとう。ここ読んだ。ご飯おかわりしてる間にお子さんのこそおかず盗まれたことなんてない。大阪にディズニーランドないよ。 SSJ があるじゃん。 USJ が。おかわり大好きだよ。おかわり3杯だよ。カニいいね。最近カリフォルニア系女子に見えて仕方がない。マジで。カリフォルニア系女子はあれじゃない、なんかそれなー、マジでわかるみたいな感じじゃない。ダッチャ偉い、ありがとう。食べ物の話は鉄板だよ。工藤莉子さんですよ。私中尾の親子丼食べたよ。おかわりの件、弥生県のお客様の声に送って。めっちゃいいじゃん、送ってみるね。それネットで送れるのかな、それともなんか書くのかな。弥生県、じゃあ弥生県行こうよみんなで。でもおかわりさせても無料だから。でしょ、おかわりは無料なんでしょ、何杯まで。でも替え玉もいいね。ケンタッキー、でもさ、ケンタッキーってさ、パサ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 
パソパシパソペサポソ。You know what I mean? そう、音圧がヒーターに行くの。滑舌って何？えが、チコチコリ大声で可愛い言われた。みんなも小声やだ。割合出す時の総数は母数。ねえ。タウンではなくシティ。なんとなくわかる。私タウンとシティの違いなんとなくわかる。ストーチいいですよ。サバに定食いいね。え、私フライは絶対に丸美食堂。はあ、楽しかった。私って面白くなると笑いが出ちゃうんだよ。もう怖いでしょ。落ち着いた。リコチの笑顔が最高の癒しです。かっこ照れ。水地さんハートありがとう。なんかだっちゃん偉い、ありがとう。炭水化物足りるよ。ヒーヒーフーだよ。焼肉食べたいね。いや、なんかわかんないんだもん。笑っちゃうね。力むなって。違うって。泣いたり笑ったり変な子って変な子って言われた。夜配信しよっかな。久々じゃない？何ヶ月ぶりかの1日に2回も配信をする。何？何？私おかわり大好き。泉ちゃんカリフォルニア系女子だよ。喋る英語も結構カリフォルニア寄りだよ。
よ、おでこ近いね。私もカリフォルニアに留学したいね。まさぴょんハートありがとう。みんなで書けばみんなの声が強くなる大声。うん、パピ語じゃ、パピ語じゃないけどパサパサパシュパサパサパサって感じ。まさぴょんハートありがとう。英語好き。タウンは町、シティは市。素晴らしい。お腹空いたじゃん。タウンとシティはポケモンやってるとわかるよね。そうだね。まるみ食堂全国にあって、でもさ、やっぱ広島だけにあるってことがやっぱ素晴らしくない？うん、丸美食堂はね、もうほんといろんな人に来てほしい。まさぴょんハートありがとう。ヴィレッジ、タウン、シティ、うんふふん、グレイ。笑ったり、泣いたり、ラジバンダリ、職業はアイドルです。刺身定食は美味しいよ。マサラジンやめてよ。私もなんか、私ちっちゃい頃にピエールさんと結婚するって言ってるの。ピエールって人と結婚するってずっと言ってたから、多分本当にピエールさんと結婚するんだと思う。でも未だかつてピエールさんに出会ったことない。ピエール、英語の発音、うんうんうん、ピエールじゃない、そっちのピエールじゃない。おはよう。マジバンダリは皆さんピエールですか？ピエールじゃない、ピエールリコ、やだ。違う、なんかピエールさんと結婚するらしい。私の将来ずっとピエールさんと結婚するって言ってたから、でもきっと、でもきっと私海外の、海外にいそう。どうなんだろう、ピエール、マンジマンジ、ピエール結構かっこいいと思う。違うよ、違うって。カッコンピエールワイプ、うん、なんか海外の人と結婚するの。ありがとう、お幸せになる。 UR で R、 UR さんって誰？うつみりねちゃん。誰？ピエール。さよなら。お坊ちゃまくんの仮面。そうなの。でしょ。さよなら。UR か、住宅か。ほらやだ。ね。そう、私なんか自分のことを最近人との距離が近いなって思うようになってしまいまして、なんでかなって考えたら、もしかしたら そういう要素もあるのかなって思いました。UR である、泣くな大声で。さよなら、もう知らないんだから。それがいいの。おお、ケビンさん似合う、ありがとう。うん、クロさん似合う、ありがとう。今日の服に合ってる気がしない？リコチのトリコありがとう。ん、ナオさんじゃん。結婚するんじゃないの？やった。
YouTube 出して YouTube してみたい。何の音かな、うん、これがブンブン鳴る。なんてメンヘラなの、さよならって言われたらさよならしたくないだなんて、メンヘラだわ。ティユさん似合う、ありがとう。ピエール、うん、イヤリングだよこれ、ピアスの穴は開いてないよ。あー、小声で言われた。だよね、だよね。イヤリングシンプルだけどなんか主張があって、でもなんか邪魔しない感じがいいよね。いいですね。怒ってないよ、坊ちゃん団子つけてるんだよ。え、 YouTube やってんの本当に。もうなんかすごい休日を楽しんでる系になった。何時くらいまで配信しよう。あ、なんか休日楽しんでる系じゃない、こういう人よくいるじゃん。よくない、なんかしずかちゃんのお母さんみたい。私意味わかる。このループ元気もらえる、嬉しい。確かにマイメロディーはメンヘラだわ。チコリータいいよ、森系。色だけシンプルで主張は普通に強い。なんかあれだよね、形なのかな。似合ってるって嬉しい。メンヘラってラーメンの仲間だった気がする。ラーメンの仲間ね。イヤリングいい。帽子、帽子はね、帽子はこれじゃない？帽子はね、きっとこれだよ。ちょっとかぶるね。これ。プルルルルルイライアイ。昨日から撮影しても面白。まさぴょんハートありがとう。メンヘラ、なんだメンマのことか。全く分かんなかった、私が悲しくなってきた。ひっちゃん似合う、ありがとう。良い、いいね。お団子で公園出れないの。ケビンさんハートありがとう。ニトニト、いいね。美大生ってひまわりみたい。確かに、なんか冬、え、なんかみんなとなんかあの寒いねみたいな、寒いね、スキー楽しんでるみたいな感じせん。ジャイコって言わないで、そんな意地悪なこと言うのよくない。ケンタッキーさんバラありがとう。コウヘイヘイさんかわいい、ありがとう。絵描きました、いい感じ。なんかどんぐりみたい。どんぐりみたい私って。クロさん似合う、ありがとうね。ベレー帽好き。ボヤッキーさんかわいい、ありがとう。みずちさんかわいい、ありがとうね。秋らしいどんぐり。どんぐりで悪かったわね。グリーンだからちゃん、どうしたらさ前髪上げたまんまさ
帽子かぶれるかな。お腹鳴った。よくない、お前も。お前も悪くなくない。どう。え、よくない。よくない、お前も。なんだろう、マフラー持ってない。私マフラー派じゃないんだよね。泉ちゃん生きてる。刺さっちゃった。え、あ、こっちにも刺さっちゃった。チコリータか。ケンタッキーさんかっこいい、ありがとう。これかわいい、こんな感じ。こんなの私みたい、大きさが。ほらね、今日は何かぶろうかな。シンプルにいこうかな。養って、お腹鳴ってる。まあお腹鳴ることはいいですよね。猫かぶるか。そうだね、今日なんかバーベキューみたいな感じで行きたいんだよ。え、すごい、なんか私すごい羨ましいの。なんか養いたくなる女の子みたいな、わかります？工藤少年ありがとう。煉獄さん、逆に養われたいんだな。嫌なんか、嫌な夫ごめん。ハンバーグ食べたい。私はキノコを食べます。今日も京都でキノコを食べます。養ってくれるのですね、皆さん。よろしくお願いします。毎日美味しいものを食べさせてください。姉ちゃん、姉ちゃんじゃん。お寿司、お寿司飲み放題はすごいね。甘やかしたい、ありがとう。紐なんですか？紐ですか？キノコは今日キノコのスープを作りたいです。キノコのスープを作ります。材料は、またした。えのき、しめじ、あとあの黒いやつなんだっけ、まいたけだ、まいたけ、この3種類、もやし、もやし、ごま、鶏ガラスープの素、以上。あと豆腐食べたい。豆腐入れよう。舞茸って黒くないっけ？味ないか。鶏ガラスープの素、お醤油。おでんじゃないよ。おでん食べるの？え、なんか舞茸って黒くならん？ブロッコリー入れないよ。部屋には美味しいご飯とハムスターがくるくるする、どう、運動器具置いとくって、どういうこと？舞茸って黒くない？ラーメンじゃないよ、ただのキノコのスープだよ。
そう、鶏ガラスープ入れたら何でも美味しくなるっけ。メールで送ります。完成したら赤い大きなお鍋で作る予定。なんでキノコ好き嫌いするの。ただのキノコって怖くない？毒キノコみたい。だっちゃんかわいい、ありがとう。毒キノコは食べれないよ毒キノコは食べれない。マジレスみたいだね。私マジレスやだキノコはそこら辺に生えてるから怖い。え、でも私もキノコ生えてた。ウー&ウェイ、ウー&ウェイ可愛いですか。でも久々にきっちりしてみました。久々魔女。私もキノコ生えてた。あ、でも私さ、キノコのさ、なんか髪飾りとか欲しいなと思う。私もマジレスされたらさ、マジレスされると私悲しくなる。カービィだよ。草はその辺で生やしとけ。頭に私もキノコ生やしたい。え、だよね、ありそうだよね。なんかここにキノコのさ、ピン止めみたいな。どこのこのこキノコ、どこのこキノコ、君だけだよ。思い出した曲、その曲なんか私マジレスおじさんみたいでやだね。じゃあ、うん、うん、素敵。たけさん、バラありがとう。千万両もありがとう。マジレスありがとう、しっかり見てくれて。たけさん、ハートありがとう。 GG もありがとう。マジレスしたら怖すぎて心折れちゃう。私も折れちゃう。キノコ生やして会いましょう。そうだよ、マジレス。あの、すいません、それなんていうか知ってますか。マジレスって言うんだよ。お母さんと一緒でやってたやつ見てたって思い出すの。かわいいですか、かわいいですか。母さんと一緒なの？うん、人化けするのがここのルール。え、キノコのピン今日の服に似合いそうじゃない？松茸がいいな。マジレス姉さん。ベタバネコさん、かわいい、ありがとう。野菜と草？実質変わるよ。野菜は、草は多分乾燥してる。野菜は生き生きみずみずしい。トウモロコシに見えてくるんだけど、やめてよ。私このニット好きなのに。髪の毛あげたい。お、どう。たけさん、かわいい、ありがとう。すっきりする。え、ボブになりたい。ボブってこんな感じかな。でもきっとね、わかんないよ、ボブに。もしかしたら違う感じかもしれないじゃん。たけさん、かわいい、ありがとう。星野まさきさんのハートありがとう。うどん入れたり、うん、しない。冬だよ。あ、違う、スイのセリフ。それフラグって言うんですよ。やめてよ、なんかそんな家庭の事情を話してくるの。ぶんちゃん、偉い、ありがとう。ん？私の好きな漬物は白酢、甘酢、たくあんみたいな。
かんないよ。メタモネコさん似合う、ありがとう。こっちの中に入れたい。おお、よくない？ボブにしたいな。キノコッコッコ、このケンキノコ、いいね。カニフミオさんかわいい、ありがとう。ケビンさんもかわいい、ありがとう。ピエール、ボブ、リコ、やだ日曜日の2時は元気です、にぎやか。お母さんと一緒、小声まさきさんかわいい、ありがとう。ケンタッキーさんもハートありがとう。お父さんと一緒もあるよ、日曜日確か、わかんないけど。いい感じ。ブチさん誰もありがとう。うん、かんちゃんかわいい、ありがとう。じゃボブにしたいな。どんぐらい長さがいい？どうかしら、髪型変わっちゃった。キュウリもいいね。ケビンさんいいね、ありがとう。水地さんもハートありがとう。初めてボブの君が好きになりました。どういうことどういう意味？ピエリコって呼ばれるんかね、クドリコじゃなくて。コウヘイヘイさん似合う、ありがとう。お姉さんっぽい、やった。リコジすっぴんじゃないよ。クロさんかわいい、ありがとう。ウチさんだるま、ありがとう。これもいいんじゃない。マサピョンハートありがとう。キヨニーもかわいい、ありがとう。リコチ村の建設進んでるよ、いい感じ。ボブみたいな、え、メール取ってくれたの嬉しい。赤月仮面さんかわいい、ありがとう。リコチ別品ん みんなボブになっちゃう。お団子、やっぱお団子似合わん？この服装に。赤月仮面さんいいね、ありがとう。なんか元気な感じ。キャンプ？なんで？サイドポニー？いろんな人に結婚しろしようって言ってるんでしょ。いろんな人に結婚しろって。サイドポニーってボーです。なんかボサボサしてます。こうか。おお、わかんない全然わかんない。ディディコン、みんないろんな人に結婚しようって言ってるんでしょ。みんなどうせ妻が3人4人5人6人10人100人1000人、みんなが妻。ディーディー、やだー。高めのツインテールはまた今度。これでよき、ストレート、結婚。嫌な音でしたか、ごめんなさい普通のツイン、こうなるよ。普通のツインってこうでしょ。これもいい、
イヤリングがちょっとあれかも。いやいや。よい。いやいや。やん。声やめて。ケンタッキーさんハートありがとう。励んで。うん、髪。でもね切った、実は10センチぐらい切った。三つ編みしたいな。やったー。いろんな人と結婚するんでしょう。一夫多妻にすれば人口増えるのかな。でもそのプーはそのプーはお金持ちじゃなきゃ養えないね。多彩よ。って思うよ。マジレスおじさんだ。私マジレスおじさんだった。何番目とかじゃない。私はオンリーワンがいい。ナンバーワンはやだ。私はオンリーワンがいいの。本当に何回言ったらわかるの、みんな。本当にいろんな女の子作ってみんな。私はナンバーワンじゃん。ナンバーワンもナンバーツーも変わんないの。ナンバー、それなら別にナンバーテンでもいいわ。私はオンリーワンがいいの。じゃなきゃやだ。うん。うん。あなたにとってのオンリーワンがいいわ。サーティーワンもいいけどオンリーワンがいいの。ブッチさんだるまありがとう。分かった。いやオンリーワンじゃないじゃん。ブチさん誰もありがとう。いいよもう。オンリーワンでナンバースリーなのでしょ。やだ。そうだよ。誰そう、オンリーワン、ワンは誰。ブチさん誰もありがとう。キャラメルリボンしか勝たんけど、サーティワンでオンリーワンのアイスはどれ。分かんない。キャラメルリボンかもしれん。ホッピングシャワー。ワンフォーワン、ワンフォーワンってワン誰もフォーしないじゃん。オールフォーワン、ワンフォーオール。オンリーワン増やすの。ハゲナッツがいいの。やばい、私サーティワンでオンリーワン選んでるのにキャラメルリボンとか言いながらホッピングシャワーとか言ってる。私が一番オンリーワンじゃないじゃん。オンリーワンワン違う。選べないね。みんなの気持ちがちょっと来た気がする。やだ。うーん、31に売ってるアイスの数は32種類。わかんない。どれを選ぼうかな。オンリーワンなんでしょ。ピングシャワーだよ。わかんないよ。どうせみんなルコチのオンリーワンになりたい。それはな。ブチさん誰もありがとう。ルコ
チのホールインワン。ゴルフ1000件ラウンドはいかんけん。みやちゃん花束ありがとう。返答考えてごめん。野口さん花束ありがとう。サインはホールインワン感あるね。深夜だバラありがとう。まさぴょんハートありがとう。いやもうね、私はみんながオンリーワンにならないからもういいと思ってる。もうみんなはね、きっと私のことをオンリーワンのね存在として思ってないの。サムオブワンって感じ、きっとサムオブワンなんでしょ私。ここほらワンワンじゃない、リコチのワンワン。やったわ。どうせみんないろんな子が好きなんだよ。身をもって感じているザマス。なんでザマスが出たんだろ。なんで私ザマスが出てきた。まさぴょんハートありがとう。もういいよ。なんかいきなりザマスが出てきた。なんか、スネ夫のお母さんが頭によぎったからかもしれない。私はあなたの彼女になれますか。ナンバーワンでしょ。ナンバーワンとオンリーワンは違うんだよ。48グループの推しはリコチ、サーヤ、ミホリン、タムキチ、マイキー、ウレカタン、フユッピ、スキメンはユキリカ、パセリ、サヤカリン、スーちゃん、エトセトラ。おぉ、エトセトラ。でしょ、いい色。いいもん、もう。みんなのプロフィールを読んであげよう。STU 磯貝香音さん、吉崎凛子、福田あかりさん、工藤理子、矢野ほのかさん、尾崎せりか。おおおお、工藤理子絶対今変えた、絶対今変えた。マイキュー様、リコチ、サムキチ、パセリ、ヤンネ、ピャさん、ポ、ヌ、フー、ピヨ、ドカ、ウドン、レカタン、アン、イヤヤ、チャン、タチのルームにお邪魔中。タムコチ、ピャセリ、ミリアン。みんな好きなんです。田中美穂、吉崎凛子、高尾沙耶香、尾崎せりか、小島愛子、鈴木彩香。あ、ちょっと待って、何も言えねえ。工藤理子ちゃん、理子ちのとりこ、マノです。絶対付け足した、工藤理子って。工藤理子さんは瀬戸内のほうちゃん、今変えた、絶対今変えた。読まれても平気だ。よろしくみんな、みんなよろしく。はぁ、あ、理子ち読んでる。読んだよ。リコチ？ハテナ？
やめてあげてって言われた。へえ、へえ、みんな素敵、みんな素敵だよ。みんな素敵だね。暁仮面、えらい、ありがとう。素敵だね。みんな、みんないろんな人がいるんだね。ゆうちゃん、えらい、ありがとう。